阿弥陀如来座像上長は、平安時代後期に活躍した仏師、余石作り技法の完成者とされる、仏師、交渉の子。治安2年、藤原道長が創建した、北条寺近道、古代道の造物の功績により、仏師として初めて北京になった。上長が北京を望み、前例のない女医に道長もためらったが、藤原さねすの助言を得て、 海岸供養の翌々日に与えられた、城庁の主催する工房は極めて大規模であった。万治三年8月から10月にかけて行われた、中宮の医師の御三祈祷のために作られた27体の闘神仏は125人もの物資を動員して作られたことが判明している。晩年の天行2年に増仏した京都山陰の国常、 阿尊堂の上六阿弥陀如来座像は、当時の公家たちを魅了したらしく、尊養満月の如し、天下これをもって、二つの本葉をとなす。その金からだまことに心臓に向かうが如しなどと、激称された。京都市の常盆連大寺に墓所が現存する。文献上は、多くの辞跡が伝えられるが、現存する確実な遺作は平等院本尊の木像、阿弥陀如来座像が唯一とされる。 すべてを柔らかな曲線と曲面でまとめ、彫りが浅く平行して流れる、絵紋、瞑想的でありながらまどろむような表情など、それまで一木像特有の重みや物質感を排した、入和で優美な造形が特徴である。こうした、上長の仏像は、平安貴族の交渉に合致し、二の本用と称えられた。上長はそれまでの平安前期の彫刻ではなく、 天平時代の古典彫刻学び、これに寄席作りや内繰りという新しい技法を組み合わせて独自の作風を切り開いた。上長の風を装った、いわゆる上長様の作例はやがて形式化に出していったのに対し、この阿弥陀像は上長の代表作として推奨するにたる傑作である。各地には上長作と伝えられている仏像が残るが、その大半は、 別人の作だと考えられている。上長没後は、息子の各女と弟子の長瀬が勢力を持ち、各女の系統から陰パと、喜び派、長瀬からは、ンパが生まれた。また、総合くらいの授与は、天皇や上皇のご願寺、あるいは、藤原氏ゆかりの宝城寺、幸福寺の意義深い造物に携わった上長直系の指定に限定される慣習となった。上長様は、 その後12世紀に至るまで仏像の規範となった。当時の日記類を読むと、貴族たちが上長仏をもてはやし、仏師らはその注文に応じ、ひたすら上長仏の模倣に努めていたことが伝わってくる。例えば、上長から数えて4代目の演破仏師、慶炎の工房を訪ねた貴族は、制作中の仏像を上長仏と比較して、細かく注文をつけた。また、 長生三年、上長から後代後の院派仏師、院長は、上長仏と同じ阿弥陀如来像を作るため、祭院の国継、阿尊堂へ赴もき、その寸法をがかりで約七十箇所にわたり、詳細に計測している。高校源氏の流れを組む。高祖父に、歌天皇の同母兄、是中親王がおり、その父が高校天皇である。ありがとうございます。